はいどうか、長です。じゃあ最後はね、えー、タワマンタワマン騒動の話ですかねあの例の事件の、まあ、直接この事件がどうこうっていうよりはそれを取り上げたマスゴミのこの報道の仕方というかねまあいわゆるポジショントークかな、うん、メディアじゃ特にこのなんか男性側の目線に立ってのコメントってまあ風潮としてしづらい風潮にあるから、うん、あ だからあれ僕、YouTube でね、ね、うん、じゃあ、代わりに、<laughs> 代わりに、ね、えーまあ、どっちもどっちもとは言いませんが、ね、どっちもそれぞれなんかこの反省というか、改めるというか、問題がある、まあ、僕はそういう認識なんですよね。うん。あだけども、なんかこの世の中的に、ね、なんかこの女性が、あまあ、確かにね、あ被害者は被害者ですよ。うん。ただ、なんでそうなったのかっていうところを見ていくと、 ね、じゃあもう100%、ね、もうこの女性はただただ,ただ,ただひたすらもかわいそうで気の毒な人なのか全然そんなことないわけじゃないですか。ねうん、人の命を奪った、ね、奪われた、うん、事実それは事実です。うん、だから当然、ね、男性側はあの罪に問われなきゃいけないし。うん、でもなんかそれをこのなんかでかい声でなんか言いにくそうじゃん。特にテレビとか新聞とかではね。 うん、だからまあそうだな、うん、あえてじゃあそこを僕は言いましょうか <laughs> まあもう言っちゃってますけどね、うん、ところがねなんかよくわかんないですけどこのミヤネ屋さんねこのミヤネさんがなんだろうまあそのポジション的にその立ち位置的なもんじゃなくてそもそもなんか取り違えて間違えてなんかこの喋り続けちゃったみたいな事実誤認発言ですかね バイ,デンバイデン症候群 <laughs> そろそろあれかみたいな。うん、なんこの、あのーまあ、容疑者とそうじゃない人をなんか取り違えちゃったりとかね、うん、被害者を容疑者としてなんか捉えちゃったりとかね、うん、なんか始まってんのかな忙しすぎてなんかテンパっちゃってるのかななんかよくわかんないですけどね、うん。あとはまあなんかこのジャニタレ、ね、あのなんだっけこの小山何がしさんっているじゃん。 西新宿の,このターマン事件について言及したときに嫌、ねえー、な話ですねと顔をしかめて勝手じゃないですか、ね、お金使うだろうが、ね、車、バイク売ってお金を使ったってあなたが自分でやったことだから、ね、それを自分が被害者のように振る舞うのは違うと思うなんかそういう持論を語ったみたいなまあ、でもね。うん そう思う人がいるのはそれは別に否定はしないです。うん、それは別にし否定しないですけど、ただこの理論だとね、例えばこのホストにね、この入れ込んじゃって水着、えー、上げる、そういう女性が自発的にこの売りやったりするのも、ね、てめえでやったことで終わる話にはなりますよね、うん。だからまあ男性側とか女性側とか、男性だから悪いとか、女性だからこのなんか,かわいそう被害者とか。 そういうのをなんか、ね、あの取っ払わないと、うん、取っ払うも何も,もそもそもそういう話じゃねえんだからさ、ね、男性だろうが女性だろうが、ねうん、違法行為は違法行為犯罪は犯罪殺人は殺人泥棒は泥棒、ね、詐欺は詐欺、ね、男性だからとか女性だからは関係ないですね,、うんねうん、どっちもやらかしたら、ねうん、あや,りやりおったなでしょ、ね、でどっちも、ね、罪に問われなきゃいけないし、うん ね、どっちかだった場合は、なんか、いや、なんか裏があるんじゃねいみたいな。情状酌量が、とか。そういうんじゃないですね。うん。でも、世の中的にこの風潮としてどうですかね。やはり男女平等だとか、なんたかんだ。この男女っていうこの並びにすら、ね。違う、みたいなことを言う割にはね、ね、うん。いざ、なんかこと、なんか起きた時にはさ、相変わらずじゃね。ね。昭和かそれ以前からなんか変わってなくねっていう。 だそういうとこだよね。あるこのダブスターじゃないけどさ、うんね。ダメなものはダメなんですよ、ね。男だからとか女だからとか全然関係ないんで。うん、で、まあ、あのそれはさておきですけど、こ別の事件ですかね。えーと、あれなんかあの、栃木だかどっかのさ、ね、若い男性、若い人も30ぐらいじゃないかった。31。十、ね、一対64の女性でしたっけ。その話しましたよね、昨日ね。またそれと別ですよね。 あの別というか、なんだろうね、結局さっき言ったその男だからとかは女だからとか、なんかこの事件があって、男女っていう、そういう,あのだろう設定じゃないけど、状況の場合、とにかく悪いのが男、かわいそうなのが女性っていうのは、全然、とんちん感で関係ねえと、そもそも悪いやつは悪いし、男だろうが女だろうがね、犯罪者は犯罪者なんですよ。っていう話ですかね。 コストにね、1日でね、208万使ったっていう、なんか無職の女っていうのが出てくるんですよ。<laughs> 48歳だって、ね。で、この例えば自治会費140万、あと勤務先のこの、だから要は横領着服ですよね。着服横領140万。いやこの280万、か、うん、っぱらってたわけですよ。うん。で、裁判所は、あっ、酌の余地ないですねって。普通ですよね。 男だからとか女だからとかやっぱ関係ないんですよ。うん。でもなんかどうかすると、ね、そうじゃないなんか、うん、よ未まだにありませんうん。ね。じゃあもうそれこそさっき、ね、このなんかほら前払いで1000万とかでしたっけじゃあもうホストも前払い制にしろよ。ね。こんだけあるんでって、ね。こんだけ分遊ばしてもらっていいっすかって、いいっすよって。ね。この界隈だけそうしとけよ。<laughs> 知らねえけど。うん。 つうかなんだろうね、職場の現金なんかに手つけて、ね、バレないと本気で思ってるのかね、ようやるよなと思いますよね。うん。てか、使い込んだときは無職じゃなかったんじゃないのまあ、どうでもいいですけど。うん、まあ、なんかキャバクラとホストなんかもうちょっと、あれじゃないの、ね、潰せとは言いませんが、ね、需要があるんで、ね、うん、んこの、なんだろうな、客を選ぶ、客を選ぶじゃないな、なんつったらいいんだろうな。 うん、要は仕掛ける側も仕掛けられる側も、ねうん、あの冷静に遊べよ。<laughs> 冷静に遊ばせろよ。な、うん何つったらいいんだろうな、こういうの。ね、客側だ、例えばこのキャバクラだったら、えー、男性が客、ね、ホストだったら、えー、女性が客でしょ、うんあの。そういうもんとして、ねうん、金で時間をか相手の時間を買っている。ね だから最終的にいくら使えば、ね、完全にこのなんか手に入るとかって言うんじゃねえっていうのを分かってやれよって思いますけどたまに例外があるからなんか夢見ちゃって勘違いするのかな、ね、どんだけなんかこの,あのそれこそだって相手は、ねえー、だキャバ嬢だったら、ね、この男を転がしてなんぼ、ね、ホストだったら、ね、女性を操ってなんぼ、ね、仕事でやってるんでしょどっちも。 ビジ,ネまあ、ビジネスって言い方違うか。まあでも仕事ですよね。ねうん、プロ、キャバ嬢は男転がすプロだし、ね、ホストは女性を操るプロなわけでしょ。うんね、金払うかわ、ね、金受け取る代わりに、ね、目の前にいる間、でそんだこの売った時間、ね、買ってもらった時間の分だけ、もう最大限にいい気分にさせて、っていう商売でやってるわけじゃん。 うん、それをいちいち勘違いしてんじゃねえよって話なんですよね、まあ、勘違いさせるとこまでが仕事ってなっちゃうからあれなのかもしれないですけども、うんまあ、こういうのになんかルールとか,なんかそういう制限設けるのってなかなか違うのかもしれないですけども、まあ、結局は、ね、仕掛ける方はもうだって際限なく、ね、仕掛けてくるわけじゃん、うん、でそういうもんだって理解しとけよとしか言いようがないと思うんだよね じゃなかったらもうなんかあれだよね。あの最初に財布の中身とかカードのなんか残高っていうかさ、ね、チェックしてね、ね、うん、じゃああなたはもう、ね、10万円以上は無理なんでお断りしますよとかさ、うん、なんか変な感じになっちゃうじゃん。じゃなかったらもうそういう商売一層とかっていうふうになっちゃうから、それはできないわけでしょ。うん、だからもう分かった上で遊びに行く。うん 仕掛ける側のこの規制はどんなのがありえますかね。ねえやつから引っ張ろうとすんなとか、それもなんか違うしな。まあなんかお互いもっと賢くスマートにやれよって思いますけど、ね、それこそなんかあの昔のこのベテランホストの誰かが言ってたように、ねうん、逆上した、ね、この客に刺されるようじゃ三流以下っていうのも、本当それだと思いますよ。うん ね、ど,っちかもなどっちもなんかうねあの、なんだろう、分かってて遊ぶ、ね、遊ぶ方は分かってて遊べようだし、ねうん、でそういう客を、ね、相手にする仕掛ける側も、うんな、下手こいてんじゃねえよっていうとこですかね、だからまあどっちも下手くそだったからこういうことになったんじゃないの、やっぱり。うんね、客側も知っとかなきゃいけねえし。うん ね、分かってて疑似恋愛ねそれが面白くて、ね、金で時間を買ううん、ね、それ以上でもそれ以下でもない、うん、だからなんか一切合切ね、削りに削って、ね、何もかんも売っ払ってつ、ね、ぎ込むようなもんじゃないし、うん、っていうところですかねまあでもそれを狂わせるのがそういう商売か,、うん、だかこれをけしからんっつったらもう完全に ね、潰しきっちゃうしかなくなっちゃうけど。うん、あ僕は別に困んないんでいいです。それでも。でもこれで回る経済もあるっちゃあるわけでしょ。ね。うん。だからまあなんか、うん、結局はなんか、ね、お互いもっと賢くスマートにやったらとしか言いようがないですけどね。だからかわいそうとか気の毒とかっていうのは何にもないですね。前から言ってますけど。うん。下手くそーそれだけかな。あえて言うんだったら。 ということで今回は以上です。